表をさせていただきます。お願いします。おはようございます。大島市などお集まりいただきましてありがとうございます。令和5年度最初の定例記者会見となりますので、内閣の各報道関係者の皆様におかれましてもおかれましては、本年度もよろしくお願いいたします。それでは始めさせていただきます。はじめに第95回選抜高等学校野球大会におきまして、山梨学院高校野球部が春夏を通じて山梨県勢初となる悲願の優勝を果たしました。決勝当日は私も甲子園へ激励に駆けつけ、この感動的な場面に立ち会うことができました。本市ではこの喜ばしい歴史的快挙を受け、昨日4月10日月曜日に山梨学院高校野球部へ甲府市長特別賞を授与するとともに次世代甲府大使に認定をしたところであります。今後夏の甲子園に向けてますますの活躍を期待するとともに市民の皆様と一緒に応援させていただきたいというふうに思っております。続きまして、先ほどお話がありました、令和4年度のふるさと応援寄付金の速報値のご報告であります。右上速報値という資料をご覧ください。甲府市ふるさと応援寄付金につきましては、目標としておりました当初予算額20億円に対しまして3月31日時点での速報値ではありますが、寄付件数7万5259件、寄付金額30億2260万円となりました。前年度を上回るご寄付をいただき感謝を申し上げますとともに、皆様の期待に応えることができますよう市政の一層推進に努めてまいります。また同制度内におきまして令和4年11月1日から、令和5年3月31日まで実施してきました、甲府城南側エリア整備プロジェクトのクラウドファンディングの速報値でありますが、目標金額1億5000万に対しまして、寄付件数は21367件、寄付金額が6億755万300円となり、目標金額をはるかに超えることができました。ご寄付をいただきました方からは、甲府城エリアの整備が終わったらぜひ見に行きたいといった思いや、大好きな甲府がより魅力的になって大勢の人たちが世界中から訪れますようにといった数多くのコメントもいただき、改めて多くの方の甲府城への関心の高さや甲府愛の深さを感じたところであります。今後も甲府城南側エリアの整備を着実に推進をしてまいります。それでは本日の発表項目5項目につきましてお話をさせていただきます。1つ目、補正予算の選定処分についてであります。資料の1をご覧ください。予算規模は一般会計で2億3582万5000円の増額補正となります。今般の物価高への対応につきましては本市におきましても特に影響を受けている市民生活や事業活動を守るためこれまでにさまざまな対応策を講じてきたところでありますが、依然として食料品を中心とした値上げが続いている状況にあります。こうした中、国におきましては追加の物価高対策として先月の3月28日に新型コロナウイルス感染症及び原油価格物価高騰対策予備費の使用を閣議決定したところであり、地方創生臨時交付金への低所得世帯支援枠の創設や子育て世帯生活支援特別給付金の支給などの対応が図られたところであります。本市といたしましてはこうした国の対応を踏まえまして速やかに対応すべき関連経費を補正予算に計上したところであります。補正予算の内容でありますが、まずナンバー1の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活応援特別給付金についてであります。食費等の物価高騰に直面し影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対しまして、児童1人当たり5万円の特別給付金を支給し生活支援を行うものであります。また本市独自の支援といたしまして国の制度では対象とならない令和6年3月生まれのお子様も対象として実施をし可能な限り速やかに支給できるよう取り組んでまいります。次にナンバー2の、甲府市千度一般公衆浴場でありますけれども応援金第3弾についてであります。物価統制令により、価格転嫁のできない一般公衆浴場につきましてはこれまでも本市独自の対策といたしまして応援金の支給により事業継続を支援してまいりました。しかしながら依然としてエネルギー価格の高騰が続いておりますことから
公衆衛生上必要な市民サービスを維持するため価格転嫁のできない対象施設に対しまして公衆銭湯一般公衆浴場応援金による事業継続支援を速やかに行ってまいります。なお難波さんの選挙費につきましては4月9日に実施予定でありました山梨県議会議員選挙が無投票となったことに伴いまして4月23日に実施予定の市議会議員選挙と案文等で計上をしていた分がございますのでそれぞれ県議会議員選挙費を減額し市議会議員選挙費を増額するものであります。これらに関わります経費につきましては本日付で専決処分を行ってまいりますが物価高への対応につきましては引き続き市民生活と事業活動を守るための支援を検討しているところでありますので今後におきましても機動的に対応策等を講じてまいりたいと考えております。次に2つ目でありますが2つ目は有機公園附属動物園のリニューアル工事の進捗についてであります。資料の2をご覧ください。有機公園附属動物園の再整備につきましては新しい動物園の姿を1、子どもたちが動物と触れ合い命の尊さを大人と一緒に学ぶことができる動物園2、人にも動物にも優しい動物園そして3、動物本来の生態を観察できる動物園としましてこれまでさまざまな検討を進めてきたところであります。進捗といたしましては昨年の10月から休園をし現在池の埋め立て工事を進めているところでありいよいよこの夏から獣舎などのリニューアル工事に取り掛かることとなりました。今年度は稲積神社さんへ向かう園路より北側から順次整備をしてまいります。それでは資料をもとに新しい動物園の全容をイメージしていただくために実際の順路に沿って説明をさせていただきます。資料左上の赤色の四角でお示しをいたしました1ビジターセンターが動物園の入り口となります。このビジターセンターの屋内空間では受付機能のほか雨天などでも対応できるさまざまな取り組みを取り揃えることとしております。例えば親子動物教室などの学習イベントを通じまして動物観察の事前・事後学習の場として活用できる環境教育機能や動物工作教室などの楽しいイベントの実施など面白い動物園と感じていただけるレクリエーション機能を強化することによりにぎわいの創出につなげるとともに訪れた皆様がワクワクしながら動物たちとの出会いの旅へ出かけるお手伝いをいたします。ビジターセンターを出ますと次は紫色で囲われた2ふれあいエリアとなります。いよいよ動物園という屋外空間が広がっておりここではモルモットたちとの触れ合いまたはポニーの乗馬などにチャレンジできます。動物に触ってわかる、心臓の鼓動や、体のぬくもりなどを通じ新しい発見や、命ある生き物たちを身近に感じていただけるエリアとしております。触れ合いエリアを抜けますと、黄色で、囲われました3草原エリアに突入します。こちらでは初めに象が皆様を出迎えた後高低差のある敷地に草原水辺などさまざまなシーンが展開されております。このエリアの中で動物たちはそれぞれの持つ特徴的な生態を生き生きと見せてくれることでしょう。またエリア内には人にも優しい動物園ということで束の間の憩いが取れる休憩スペースを設けました。続きまして動物園南側に向かうブリッジを渡った先資料では緑色で囲われた4森林エリアであります。テナガザルが陸地からロープを伝って島まで渡り島に生い茂る木々を飛び回って枝渡りするなど動物がダイナミックに暮らす姿をさまざまな角度から観察することができます。また有機公園有機の名の通りカメなどの爬虫類や、鳥類も仲良く一緒に暮らすエリアとしております。動物たちに出会う旅の最後となる水色で囲われた水辺エリアにつきましては湿地、水辺、水中と
多様な生息環境を再現し、陸地ではよちよち歩くペンギンが、水中では空を飛ぶように機敏に泳ぐ姿を水槽の側面から覗けるようにするなど、それぞれの動物の目が離せないユニークな生態を間近で観察できるようなエリアとしております。以上がリニューアル後の動物園の姿となります。本日お示しした画像などにつきましては、市ホームページに掲載をいたします。この再生時はふるさと応援給付金を活用をさせていただき、皆様と共に作り上げたみんなの動物園として、多くの方々に長く愛され親しまれる動物園を目指すとともに、子ども育む町の環境教育の場の一つとなりを着実に整備を進めてまいります。また休園の間、動物たちに会えない寂しさを感じさせないよう、さまざまな工夫を講じたイベントを定期的に実施をしていくとともに、工事の進捗具合を皆様にお伝えできますよう、情報発信も合わせて行っていく予定でございます。ぜひ楽しみにお待ちをいただきたいと思います。なお、この他にも整備を進めている公園がございます。先般、4月1日土曜日には、緑ヶ丘スポーツ公園のテニスコート A 面が完成し、供用を開始したところであります。こちらの公園整備につきましても、多くのお子様や市民の皆様に親しんでいただけるよう、公務を着実に進めてまいりますので、引き続きご理解ご協力をよろしくお願いを申し上げます。次に3つ目であります。子どもを育む町の実現に向け、令和5年度から新たに廃止をした子育ち公園、子育て支援の取り組みについてであります。こちらは子ども施策にかかるソフト面の事業についてでございます。資料3をご覧ください。子ども育む町の実現に向けましては、これまで進めてまいりました子ども最優先、子ども輝く町づくりをさらに充実、進化させていくため、引き続き鋭意取り組んでいくこととしており、この4月から新たに開始した取り組みをご紹介をさせていただきます。資料の上からまず、子育ち応援の子どもの自立・成長への応援であります。妊娠・出産期から成年期に至るまで、切れ目のない相談支援に対応する1、子ども青少年総合相談センター、お日様青空、および不登校やいじめ問題などの対策強化としまして、2、児童生徒支援センター、ステップを4月3日にそれぞれ開設し、相談支援強化を図るとともに、3は不登校対策として、北西中学校と南西中学校、この2校に専門教員を配置し、別室指導などを通じまして、不登校の未然防止や不登校の生徒への適切な支援、強化も開始をしたところであります。このほか、学校教育に関しましては、4、教育委員会に ICT 推進専門員2名を配置して、ICT を活用した学力の向上に向けた取り組みも始めております。子どもの体験思い出作りでは、過日発表いたしました、5の子ども応援デリバリー事業におきまして、ライオンズクラブ国際協会 330B 地区様が主催者となって、4月15日土曜日に開催されます、ライオンズクラブ山梨祭りに、アウトドア体験やバスケットボール体験などの体験コンテンツをデリバリーさせていただくこととなりました。たくさんの子どもたちにご参加いただきたいというふうに思います。資料の下段になります。2つ目の子育て支援では、子育てにかかる経済的負担の軽減といたしまして、6にある産前産後ケアセンターの利用料を利用料と助産師がご自宅に伺いケアをいたします、おうちでホットママケアの利用料を減額いたしましたので、これまで以上に多くの皆様にご利用をいただきたいというふうに思います。このほか7の、妊娠届出時に5万円出生届出時に5万円の計10万円を支給する妊娠子育て応援給付金につきましては、すでに対象者へ申請書を発送させていただいており、申請された方へ4月14日金曜日から順次振り込みを開始をいたします。次に8、初回の参加受信料費用に対する助成につきましては、
住民税非課税世帯等の妊婦を対象に最大で1万円の助成をする事業を開始をし、妊娠初期からの必要な支援につなげているところであります。そして最後に子育て負担を軽減する取り組みとして、マルキュー公立保育所におきまして主食提供による完全給食を開始し、保護者の方からは好評をいただいているところであります。以上が、今年度、当初からスタートをさせていただいた新たな取り組みの概要であります。今後も先進的に進めてまいりました子ども子育て施策をさらに充実させ、子ども育む町を強力に展開してまいりたいと考えております。次に4つ目であります。4つ目は、ヴァンフォーレ甲府の甲府市産指定についてであります。資料の4をご覧ください。ヴァンフォーレ甲府は昨年の天皇杯におきまして優勝し、私たちに大きな感動を与えてくれました。今後、アジアチャンピオンズリーグでの活躍に期待をするとともに、すでに開幕しております J2 リーグにおきましても現在6位に位置するなど J1 復帰を狙える位置にいるところであります。そのような中、ゴールデンウィーク中の5月3日水曜日にジットリサイクルインクスタジアムで行われますいわき FC 戦におきまして甲府市サンクスデーを開催いたします。今回は甲府市民の皆様を対象としました 1000名様分の試合観戦の無料招待を行います。申し込みは4月19日水曜日からとなります。また試合前にはスタジアムの北側にあります補助競技場におきまして、小学生とその保護者を対象といたしましたサッカーを楽しみながら環境問題について学んでいける SDGs 教室を開催いたします。当日はヴァンフォーレの選手として活躍をされました小倉翔平さんとハーフナーマイクさんが参加をしてくれます。こちらの申し込みは市の公式LINE において本日から受付を開始します。対象は甲府市内の小学校1年生から3年生までのお子様とその保護者の先着 30組で参加無料となっております。また試合のハーフタイムには次世代甲府大使である甲府商業高校ソングリーダー部によります華麗なパフォーマンスの披露や市の PR ブースとして甲府鳥もつに甲州地鶏鉄板焼きを出店をします。普段あまり試合会場に足を運ばれない方もぜひとも5月3日ホセの会場に足を運びいただきたいというふうに思います。次に5つ目であります。昇仙峡マウンテンバイクパークのオープンについてであります。日本遺産であります自然豊かな御岳昇仙峡に昇仙峡マウンテンバイクパークがオープンします。このパークではロープウェイで山頂まで登っていただき自然や文化、歴史に触れ合いながら初級と中級の2つのコースをマウンテンバイクにおいて楽しみながら語ることができます。パークのオープンにあたり4月30日日曜日の9時からオープニングツアーが開催され、マウンテンバイク経験のあるライダーの方に2つのコースを楽しんでいただきます。一般の方につきましては5月以降にインストラクターによるガイド付きツアーが開始されます。利用方法などツアー内容の詳細は4月30日に昇仙峡観光協会のホームページに公開されます。こうしたアクティビティの充実により新たな昇仙峡ファンが増えていくことを期待しております。さらに昨年12月から通行止めとなっておりました昇仙峡の遊歩道仮設迂回路を5月31日まで通行できるようにするとともに、昇仙峡天神森の市営駐車場内に公衆トイレを新設をいたしました。ゴールデンウィークには新緑をお楽しみいただくようにぜひ多くの方々に昇仙峡にお越しをいただきたい、そして自然を存分に満喫をしていただきたいというふうに思っております。本日の発表につきましては以上でございます。よろしくお願いをいたします。それでは発表項目につきましてご質問をお受けいたします。本日は挙手をいただきましたマイクをお持ちします。社名お名前に続きましてご質問をお願いしたいと思います。それでは発表項目につきましてご質問ございますでしょうか。朝日さん、朝日新聞の
米沢と申します。クラウドファンディングについてお伺いしたいんですが、工業南側エリアのテレビプロジェクト目標額の 4倍ぐらいですかね、大きく上回る、額が集まっていますけれども、この1億5000万円を超える残りの4億5000万円分については、どのように活用をしていくのか、そこら辺のところについてお伺いできればと思います。いいですか。はい、本当に、目標額をはるかに上回る金額を、ご寄付をいただきました。感謝に大変なことでございます。先ほどちょっと申し上げます、その寄付者の声、速報誌の資料に下にあるんですけれども、本当に候補外といいますか、法務省エリアの再整備に対する期待の表れが大きくこのように出されておりますけれども、この期待に応えるように頑張っていきたいなというふうに思っております。予算を組んでやっておりますけれども、物価高騰、資材高騰もありますから、しっかりと対応していきたいというふうに思いますし、クラウドファンディングでありますから、しっかりとまたこの使ったことについては報告をしていきたいなというふうに思っております。細かいこと、町田の医者です。よろしくお願いいたします。想定していた以外に、たくさんいただいたことにつきましても、甲府城の南側の整備に関わります施設、観光ガイド施設を整備する費用もたくさんかかりますので、そういったところにも当てていきたい。当初の1億5000万円では中の建物の中の施設、備品等といろいろ予定をしておりますけれども、たくさんいただいたものについては建物の建設費用、そういったところにも当てていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。そうすると、そのエリアの中に整備する公的な施設の建設費の方にもこのクラウドファンディングを当てていくという、はい、そういう考えということですね。はい、それは趣旨としてはそちらの方に転用することについては、特に問題はないんでしょうか。先ほど市長の方からもお話がありましたとおり、南側整備に使っていただきたいという声をたくさんいただいておりますので、趣旨には反していないというふうに認識しております。よろしくお願いいたします。はい、それでは発表項目、その他ご質問ございますでしょうか。山梨日日新聞の斉藤と申します。本日の動物園のちょっとリニューアルのことに関してちょっとお伺いしたいと思います。今回こういう形で、図面が出てきておりますけれども、確か3年ぐらい前に整備計画の方が策定されてたと思うんですが、その時にも確かこうちょっと図面っぽいようなものがあったと思うんですが、今回またこうお示しされたものっていうのは、その当時から何か変更されたりだとか新しく加えられたりしたものっていうのはあるのでしょうか。スグリルの医者です。私の方からお答えをさせていただきます。当時と大きく変わったところは特にございません。当時の計画の中からそれをもとに詳細について設計をして発注をする段階に来ておりますので、大きな変化はないというご理解いただきたいと思います。お願いいたします。エリアを見ますと、確か、5つ、ビジターセンターから水辺エリアってありますけど、このそれぞれ5つのエリアっていうのは、その計画の時からこう新たにこう加えられたりだとか、こう何かそのあたりも何か変更とかってないですかね、このエリアは。
当時の時にはここまで詳細にエリア分けはしてなかったというふうに認識をしておりまして、で、新たに計画を練っていく段階で、しっかりこういったエリア分けをして整理をしていくという形になりましたので、当時の時にはここまでの詳細のエリアはなかったということでご了承ください。お願いいたします。で、ちょっとこの図面を見ていて私が思ったのが、レッサーパンダ社の方も備わっておるんですけれども、確か動物園のレッサーパンダが今いなくなってしまっていると思うんですけど、これはレッサーパンダをまた新たに確保することをこう前提にしたものであるというふうに捉えてよろしいのでしょうか。リニューアルオープンに、まあ、少し時間がかかりますので、そのオープンに合わせてですね、レッサーパンダをですね、用意するつもりで、おります。はい、やっぱり市長、このレッサーパンダっていうのはこう甲府市立動物園においてやっぱこうどのような存在というふうに捉えているんでしょうか。結構やっぱ人気者だったと思うんですけれども。そうですね、市の自然省、生徒市との姉妹交流もありますし、いつもレッサーパンダが子どもたちを迎えてくれてましたから、リニューアルオープン後も未来に向けてもできる限り、レッサーパンダのがここにいて子どもたちを迎えてくれる、来園者を迎えてくれるような形で作りしたいなと、ある意味シンボリックな動物だと思います。はい、ありがとうございます。あと、こうかなりいろいろ整備されているようですか。象舎だとかそういったところってのは今はまあこう、まあ、床というか足場がコンクリートだったりするんですけど、そういったこう、獣舎っていうのはこうどんなようにこうリニューアルされるんでしょうかね。何度も議論を重ねて、あるいは動物園の専門の方、あるいは動物園の他のところの園長さんや動物の生態に詳しい方々と、あるいはこの設計する方々との協議を重ねる中で、先ほどちょっと言いましたが、人にも動物にも優しい、そして動物の生態をいろいろな角度からできる限り見れる、動物福祉にもしっかりと資するものを作っていこうということの、まあ、中と、あとは予算との兼ね合いでですね、身の丈になったものを作っていかなきゃなりませんので、そういった中で今回、概要といいますか、詳細ある程度まで詳細ここまで出させていただいたということであります。はい、はい、じゃあすみません、あと最後になんですけれども、一応この動物園のすぐ近くに遊園地がございますけど、今回のこの図面の中には遊園地部分は含まれていないのかっていうのと、今後その遊園地というふうをどのようにこう市としては使っていきたいのかっていうのを最後に伺いたいのですが、今その遊園地も共有してますんで、今共有してない部分、休園中のという意味でこの動物園のレイアウトを今日示したということであります。リニューアルオープン後につきましては、これからまた遊園地を経営されている民間の方とも相談をしながらですね、どうしていくか決めていきたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、それでは発表項目につきまして、はい、日経さん。日本経済新聞の安田と申します。よろしくお願いいたします。ふるさと応援寄付金のことでちょっと教えていただきたいんですが、30億の内訳で、かなりその甲府市の、返礼品として人気があったのはジュエリーだと思うんですけども、その一番良かった品目、もしジュエリーでしたらどれぐらいの金額がジュエリーに集まったのかというのを教えていただきたいと思います。あと、その30億の中に、クラウドファンディングの6億が入っているということですけども、大体ふるさと納税というのは返礼品にあってて、こう市民以外の方が寄付するケースが多いと思うんですけども、クラウドファンディングについては、こういう市民の方から結構集まったことなのかということについて教えてください。あと、もう一件別件ですけども、補正予算の中で、今回の物価高騰対策の子育て世帯に対する給付金ですけども、これ大体、対象となる、世帯がどれくらいなのか、あるいは、子どもが、どれくらいなのかということも
も合わせて教えてください。以上です。はい、まずふるさと応援給付金の返礼品の、カテゴリーで記述でありますけれども、金額で言いますとジュエリーが全体の 77%、で果物類が 5.2%、 ワインとお酒が 4.5%、その他というふうになっております。産業部長の山本です。まず市民の皆さんから の部分につきましては、ちょっと今詳しい数字ないんですけど、やはり圧倒的に市外 の方のからのクラウドファンディングが多いというような状況になっております。企画財務長奈良です。よろしくお願いします。子育て世代生活、生活支援特別給付金、対象人数なんですが、約4900人を見込んでおります。以上です。ありがとうございます。確認ですけども、先ほど、ジュエリーが 77% で圧倒的ということですが、これは30億に占める 77% ということでよろしいですか。はい、その通りでございます。ありがとうございます。そうしますと、クラウドファンディング分というのは、2割ぐらい占めると思います。それが次に多いという認識でよろしいですか。はい、この30億の中にこのクラウドファンディングの部分も入っているという形でございます。はい、ありがとうございました。それではその他補強項目につきまして何かございますでしょうか。はい、ゆうきわりです。すみません、ゆうきわりです。お願いします。南側エリアの整備プロジェクトのクラウドファンディングなんですけれども、非常に寄付が集まったということで、例えばこの中で一番最も多い寄付額がいくらだったかとかいうのはわかるでしょうか。すみません、最も多い寄付額。はい、1人とか団体とかで、はい、1人または団体で、どのぐらいの寄付額が一番多かったのか。1回の寄付額ですと、およそ200万円程度というふうに、はい、でございます。わかりました。で、あとこの寄付件数なんですけども、これっていうのは人数なのか、人数によって書いて大丈夫なんでしょうか。それは人数で、はい、カウントしてください。わかりました。ありがとうございました。はい、それではその他の発表項目ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは発表項目は一度こちらで、終了させていただきます。それでは発表項目以外でご質問がございましたら、挙手の方をお願いいたします。よろしいでしょうか。あ、はい、私も。はい、写真文に目指です。発表項目の中にも含まれているかもしれませんけれども、この度県議選で交付が、無投票になって、交付市民は、県議会議員選挙を日曜日は投票することが、なかったわけですけれども、樋口市長も以前、県議選に、お出になられて、いらっしゃいましたけれども、この無投票という、県議選の無投票ということについての、受け止め、どう感じていらっしゃるのかということについてお伺いできればと思います。はい、今お話しいただきましたように、私県会議員選挙4回戦ってますので、
大変厳しい選挙を戦っていたりという自負を持って今また市長職を働かせていただいてますので、ちょっとこう寂しい思いをしたり、このままでいいのかなという思いは持っております。県議会や国政選挙、地方選挙、首長選挙、いろいろありますけれども、総じて投票率が非常に低くなっているということについては、自分の市長選の中でも、半分に満たなかったということについては、1回の選挙だけでなかなか解決できる問題じゃありませんので、日頃の市政運営の中でですね、広報機能、校長機能をしっかりと充実をさせまして、市役所が何を日頃やっているのか、何を発信しているのか、市民の声をどういうふうに受け止めているのかということを強化していきたいなということは、自分の選挙の時には非常に強く思い、また、総務省にもそんな思いを伝えているところでもあります。また議員のなり手がいないということについてはですね、いろいろな角度でよく、調べてですね、検証して、それぞれのところでですね、対策をしっかりとしていかなきゃいけないなというふうに思っております。とりわけ県庁所在地、地方の中でも広報は山手線の中でも広報は議員定数も多いですし、いわゆる政党対立のいわゆるずっと強い選挙区でありましたから、そういったところがどういうふうになるということはですね、やっぱりある意味国政も含めて政治に対する関心が低くなっているということは考えなければいけないなというふうに思っております。そういったことについてもまた考える市民の皆さんと対応したり、議員の皆さんと話し合う機会をですね、できれば持つべきなのかなというふうに思っているところでもあります。私どもの立場としても、県会議員、市会議員、それぞれの議員さんたちの立場としてもですね、それぞれ、この状況をどういうふうに考えていくのかということをまた確認し合うことが必要だというふうに思っております。以上であります。それではその他質問ございますでしょうか。はい、よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして、市長、定例記者会見を終了させていただきます。本日はありがとうございました。今年してまたよろしくお願いします。